ふさん、お疲れ様です。お疲れさん。出番前にすいません。何？ちょっと今日はね、うん、僕がちょっと密かに注目してたわらび餅の新しい商品がコンビニファミリーマートさんから出まして、ちょっと今日師匠に飲んでいただきたいなと思い、わらび餅お持ちいたしました。わらび餅を飲むってどういうことやねん。見てください、わらび餅は飲み物です。ちゃうわ、そういう商品でございます。ちゃうわじゃないけど、すいません、わらび餅は飲み物ですという商品をお持ちします。ちゃうちゅうね。ちゃうわじゃなくて、いや、そう、否定から、ま、飲むもんやて。はい、蓋開けて。いや、飲むんじゃない、飲むもんでしょ、食べるもんやて、あほ。これ開けていただいて。何やねんこれ。いや、もうこれやっぱこんな新商品とかもそうじゃない、あんま手をつけないでしょ、やっぱもう。あんまりな、俺はやっぱり固定やねん。そうでしょ、固定。そこをちょっと僕はその醤油さんにこう、あえて新商品に挑んでいただきたく。これ入れんのか。はい。わらび餅はお好きですよね、まあ。もうまあ、あの、昔の人間やからな。そうね。もう今やだから片手でこう歩きながらとか、わらび餅が食べれる時代が来たわけですよ、もう。そんな時代来ないこともないよ。否定的な、別に期待するわけじゃないよ。待ってたでしょ。いや、わらび餅なんか片手で食べたいとか、そんな思いへんって。みんな待ってましたから、片手でわらび餅を食べる時代を。入れんのか。入れます、全部で。もしあの黒蜜もお好きでしたら、うん、やっぱきな粉も。最近のストロー、なんかタピオカになんか感化されてるのかしらんけど、みんな同じようなストロー。いやいや、太くね、はい、ちょっとこう混ぜていただいて。なにこれ、トロントロないのこれ。うわ、なにやこれ、洗濯のりの固めたみたいな。否定的すぎる。いや、美味しいですから、味をね。これで曲がりにくいな。いや、吸うんですよ、もうそのまま。そう、そうです、そうです、そうです。え、そうです、そう、ほら、もう吸うんですってから、こんなあの当たり前、吸うの、吸うんです、吸うぐらい分かっとるわ。もうこれは吹いてるぐらい、ね、飲み物なんで。え、あ、でもいい感じに、はい、うん、ほんで、で、もうずるっと、はい、いただいてください。どうです、意外と美味しい。よかった、よかった、ハマっていただいて。いや、そうでしょ、ハマってないで。ハマったら、でも美味しいでしょ。美味しい、いけるでしょ、悪くない感じで。うん、なんかこれ甘い、なんか鼻水飲んでるみたい。ちょっと例え下手すぎません、ね、ちょっと結構いろんな番組で食レポとかやられてますよね。その感じでお願いしたいんですが。うん、うまいわこれね。確かにうまい。まあちょっとね、小腹空いた時とかね、ちょっと甘いもん食べたいなっていう時にこう、うん、いいねこれ、片手で意外といけてしまうわけです。うん、うん、まあまあうまい。でもこれ蜜入れた方がええんかな。あ、蜜もよかったら、じゃあ蜜入れてみようか。はい、またそれはそれで味がこう酸蜜にあれへんのか、黒蜜って書いてるけど。大丈夫です、大丈夫です。あ、僕らあの2人でちゃんと距離も取ってるんで大丈夫です。黒蜜って書いてる。いや、酸蜜にならないです。絶好調ですね。不調やわ、ずっと2月からずっと不調やわ、ほんま全然あかんわ、ほんま。また蜜入れていただいて、ちょっと混ぜて。あんまりな、年取るとあんまり甘いのはちょっと苦手やん。うん、うん、これはこれで美味しいけど、はい、やっぱりあの俺らはやっぱりきな粉の濃厚な方のが、なるほど、
うん、なしでもとね、うん、まあ選べますから、そのお好きな風に飲んでいただくようにできてますので、うん、うん、うまい、まあまあよかったですね。うん、今日はこのわらび餅は飲み物ですよ。いやでもな、俺あの飲むバニラってあるやん今。はい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 、はい、なんかこれあのなんかキャップちょっと、はいはいはい、クーリッシュとかってやつね、はいはい、あれな、あれはちょっとあの美味しい。あれ好きなんですね、うん、クーリッシュ好きだったんですね。じゃあちょっと今度お持ち出します。いやあれはなちょっと俺びっくりして。あ確かに、あそうですね、そんなもんなんかこのってそんなこれ飲むなんかバニラですとか言ってアイスクリームですみたいな、何でも飲むなんやらなんやらみたいなちゃうの。カレーは飲み物ですとか言って、もうそんなもんそんな言い出したらもうあのもう飯も飲み物ですとか言ってもう全部なってまうで。そうです、まあでもみんなこう片手間でっていう、豚餅も飲み物ですとか言ってもうそんなん。そうです、じゃあ庄司さん、なんかこれを飲み物にしたいものとかありますか、できそうな。なんか今俺今のものは今のものでいいわ、餅は餅で美味しいしやなそんなん。まさしく何でも飲み物にする世の中ですね。いやじゃあ今度はクーリッシュをちょっとお持ち、うん、いたします。ありがとうございました。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。